明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい。乃木坂新チャンネルでございます。はい。早速、早速トラブル。まあ、緊急的にじゃないですけど、新年なので、はい、実は今日から営業始めなんですけど、営業前にちょっと試食を、やっぱりして、はい、置かないといけないなということで、どうせするのはちゃんと撮影しましょう、はい、ということで試作動画を、はい、ご用意していきたいと思います、はい、でなので多分、はい、いつも以上にバターついてるかもしれないですけど、わかりました、はい、あ、じゃあそろそろそこはあの編集よろしくお願いします、はいはい、で11月12月も実は撮ってたんですけど、ちょっといろいろバタバタしててアップできなかったんで、はい、まあ、そのうちこっそりとアップするかもしれないですしね、はい、かもしれないんですが、はい、とりあえず1月のはい、はい、緊急にとって、はい、はい、頑張ってアップしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、では早速、はい、では早速お料理していきます。よろしくお願いします。はい、はい、はい、ではですね、まず新春一品目がですね、エビ芋と、ゆり根で上からですね、たっぷり、からすみ、はい、かけてあります。これはもうからすみと、そのお野菜を一緒に召し上がっていただく仕立てになってます。はい、いただきます。はい、もうエビ芋も、お出汁でさっと炊いてるだけです。はい、で、ゆり根はもう湯がいてるだけですね。はい、で、その上から、粉のからすみですね。これ自家製のからすみを粉にして上からたっぷりかけてます。はい、すごいシンプルな仕立てなんですけど、それぞれしっかり味わっていただけるかなと。芋も本当に無駄に味をつけてないので、はい、芋本来の甘みといいますか、でエビ芋のそのね、そのねとっとした食感が僕もすごい好きなので、なのでやっぱりそこをしっかり味わっていただけるように、火はちゃんとしっかり入れてます。はい、はい、でエビ芋もゆり根もそうなんですけど、ちゃんとしっかり火を入れた方が甘みも旨みもしっかりあるって思ってるんで、自分は、はい、なのでそこをしっかりと味わっていただきたいです。はい、ありがとうございます。はい、では二品目でございますね。今回柚子皮にですね、フグをいろいろと盛り合わせてます。一番下にですね、フグ、もみフグにしたもの、それとですね、合わせて今日はアオリイカも合わせてます。でその上に、フグの皮、はい、それと、ですフグネギ合わせて、少しちょっとポン酢でお味整えてもらう。で一番上に、炭火で炙った、白子です。ちょっとですね、これは、上の白子、まあお好きなように食べていただくんですけど、いつも通り最初に白子だけ少し食べていただいても結構ですし、それをちょっと潰しながら、はい、下のフグと、はい、一緒に召し上がってください。はい、ありがとうございます。早く食べたくてこう説明してもらうプライミストなんですすいません、はい、いかんいかん、撮影だ。フグはね、先月から出してるんですけど、やっぱり年明けのこの1月からそのフグの白子ですか、やっぱり大きいのが、はい、やっぱ手に入るようになるので、なので僕はあえて12月は出さずに、その1月から白子も合わせてお料理するようにいつもしてます。はい、もういつも通りこれはもうお好きなように食べていただくように、いつもお客様には伝えてます。まあ一見やっぱり上の白子と合わせて食べてくださいって、まあ、僕は言うんですけど、でもやっぱりお客様によってはフグだけ食べたいとか、イカだけ食べたいとか、それこそ白子だけ食べたいとかいう方もいらっしゃるので、それはもうお客様にお任せしてます。なんかいつも言ってるんですけど、一皿でこうなんていうんですかね、こう最初から最後まで同じ味っていうのではなくて、やっぱりいろんな味を楽しんでいただくっていうのが、やっぱり僕はそのお料理作ってて、まあなんか一つ気をつけてることというところなので、このお料理は特にそのいろんな要素が入っているので、いろんな合わせ方で食べていただけるかなと思います。で僕言ってなかったんですけど、今ね富田さんが柚子の皮のところ、ヘタのところですか、上のところ絞ってくれましたけど、はい、その最後のやっぱり酸味って、やっぱ美味しさを広げ、味の香りとか旨味を広げる要素なんで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう石田さんの解説中に食べ終わってしまいましたはい、というわけで次行ってみよう。はい、次行きましょう。はい、じゃあ次行きましょう。はい、お願いします。じゃあお申し上げでお願いします。
多分もう気持ち火入れてもいいかもね、生地ね。はい。うんうん、身の方に。わかりました。気持ちね。どうだろう、今のどう、結構火入りましたじゃん。一応、あ、でも、そうですね。入れた方がいいかもしれない。うん、はい、じゃあ続いてお椀ですね。はい、はい、お椀は生地椀です。これは毎年あのうちのお店ではやってるお椀ですね。はい、胸肉は、炭火で炙ってます。で、もも肉はですね、新庄にして、はい、仕立ててます。ちょっと新庄もあの山椒効かして、はい、あの効かして作ってます。で、上にですね、紅白の、水引きのように乗せた大根、人参、それとうぐいす菜で、一番上にきゅうずですね。で、お出汁も、これ生地の骨を取ったお出汁と一番出汁を合わせてます。あの生地の出汁ちょっと多めにして、はい、仕立ててますんで、はい、もうなんすかね、生地をしっかり召し上がっていただきたいっていうお椀になってます。はい、生地ってやっぱり昔からね、日本のそれこそ宮中のそのお祝いの席でもよく使われてる、ね、日本って昔からその鶏とかブロイラーがあったわけじゃないんで、はい、生地ってやっぱ昔から食べられてるその鶏肉ではあるので、はい、でやっぱり正月なんでね、その新庄に少しお餅を乗せて、はい、あの一緒に蒸してます。正月いいですね。はい、盛り終わった。ごめんなさい、忘れてた。盛り終わっちゃった。作り一品目ですね。今日は、松川ガレーです。はい、出ます。で、それをですね、まあ、ちょっと厚めに切ったもの、はい、それに、塩ですね。塩は、淡雪塩というあのちょっとあいみの柔らかい塩、はい、それとすだちをしっかり絞って召し上がっていただくという、もう本当にうちらしい仕立てかなと。と思います。まあ、でも手前にですね、あしらいとして粗い海苔ですね。これ焼き海苔にお醤油とお酒合わせたものになってますんで、まあ、ちょっとこうお醤油のお味が欲しいなっていう方にはこれも一緒に、あのその洗い海苔と一緒に召し上がっていただくと、また味の変化楽しんでいただけると思いますので。手前は縁側。はい、手前は縁側です。はい、白身はですね、もうちょっとその日のその日の、仕入れであの変わってきます。はい、まあ、本日の白身っていう形であのご用意はさせていただこうと思います。今月は特にあのテロワージュ福島さんの、そうですね、はい、はい、あのお手伝いがあって、はいはい、福島県産の、はい、はい、まあ、いろいろ風評被害があってね、あの大変な地域なので、まあ、賛否両論もちろんあるとは思うんですけども、応援していきたいなというふうに、思ってます。まあ、いろんなご縁の中でね、あの産地訪問させていただいたりとか、やっぱそこで頑張ってる方々、本当に素晴らしい人たちなので、多分こうでもいいし、こうでもいいし、まあ、そこにすごい共感したというか、そういった部分もありますね。うん、はい、すごい、レンガ油すごい持ってますね。はい、すごいと思います。今日で、3.5 キロぐらい。大きいですもんね、これね。はい。いや、大きいのが絶対美味しいと思ったんで。うん。なんか、大きいと噛みづらいのかなと思ったら、全然身も柔らかくて。はい。はい、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続いてですね、ここであのお作り代わりなんですけど、はい、ブリしゃぶいきます。はい、お野菜はあの白菜と水菜と、ネギですね。それとあとお豆腐。ブリはこれはあの美浜の、はい、神経締めして放血締めしてもらったブリですね。切り出した時点で塩って当ててるの？これは当ててないです。当てましょうか。うん、分かりました。ポン酢それぐらい、でもごまだれするぐらいですか？僕はこれぐらいで、そうですね。いいと思います。大きさ的に、あとまだ
真ん中があんまり温まってなかった感じ。じゃあもっと入れてもいい感じ。どうしましょうかって感じですね。だったらもうちょっと逆に薄く切って今ぐらいのにすると、あちょっと熱かったかなっていうのは提供するタイミングとかで言うと、薄ければ薄いほどでも冷たくはなっちゃいますよね。っていう冷たくなっていく速度は速いですよね。そうですね、あ、はい、ありがとうございます。お野菜の方はチリーズを買ってます。